仕方ない、今日はね、久しぶりにタワーさん、ね、最初、コダって書いてあったら誰かなと思ってずっといたんですけどね、再会することができました。ありがとうございます。今、新潟に西の方に行ってらっしゃるということで、はい、ちょっと地震があった時も西にいらっしゃったんですか？あ、ちょうどその時は十日町に帰ってきました。あ、そうなんですか。あれね、元旦、元日でしたよね。あ、元旦だ。そうそう、元旦からね、どう、番組の6時半ぐらいな。逆に帰ってみてって感じですよね。そうですね、まあ、被害はなかったですけど、まあ、それはもう幸い中の不幸というものでございますね。下手だ。もう、それ言いようがないな。幸いで逆でしたっけね。はい、まあ、何事もなく、まあ、ね、やっぱり命あってのね、人生でございますから、はい、よろしくお願いします。さっきすごい寝てたじゃん。あの肩ポンってやっても全然起きないから。あれじゃん。ちょっと動きもちょっとそれ溜まってましたね。だいぶね、あの日々動かれてるんで、はい、疲れてるのかなと思ってね。はい、ありがとうございます。まあ、まあそんな中でもね、まあ、今日生きて皆様にお会いできて嬉しいです。ありがとうございます。はい。はい。発表書いてたよ。うん、でも。あ、ビデオ何としてください。
ばかり待った身振り手振りが大騒ぎ
抱いて、ただいまわせ鏡を出たマスコミが怖いから、結局は時箱の中にそいつを縛った、誰を使用して何に不幸して、この先歩けばいい、YouTube 上は分からないので、はい、ありがとうございます。